はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トイザラスオリジナル86レーシングシリーズトヨタ86を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトイザラスオリジナル86レーシングシリーズのトヨタ86です。で、2018年の3月に発売されたモデルだね。で、今度2019年の1月1日お正月発売のトミカがおそらくこのモデルかなと思います。なので今日はこちらの方を見ていきます。で、実はこれは2018年の3月に買ったのにまた開封せずにそのままになってました。ボディカラーはベースがホワイトだね。で、トヨタ86レーシングのかっこいい塗装がされてます。で、フロントの部分はこんな感じだね。正面のところにトヨタってプリントがされてて、エンブレムもプリントされてるね。で、ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。この辺りのフォグランプのところも塗装だね。で、ボンネットのところにはトヨタのエンブレムがプリントされてます。で、ここの部分もすごくかっこいい塗装がされてるね。で、窓ガラスのところはトヨタ1ってプリントされてるね。で、このままルーフの方を見ていくと、後ろのガラスの部分にも同じくトヨタ1のプリントがあります。で、助手席側を見てみるとこんな感じだね。サイドの部分にはトヨタのロゴが大きくプリントされてて、86レーシングのカラーリングがされてるね。で、このフェンダーのあたりの部分には86レーシングシリーズっていうプリントもあります。結構この辺細かなプリントがあるね。で、クォーターガラスの部分にも1っていうプリントがされてます。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。トヨタのロゴがプリントされてたり、バンパーのところにも細かなプリントがされてます。テールランプはシルバーの塗装だね。で、運転席側はこんな感じだね。反対側の助手席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとトランクの部分にもトヨタってプリントがされてるね。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、アクションはもう一つこの左右ドアの開閉がついてるね。で、裏の方はトヨタ86ナンバー45番の2012年のシャーシーになってます。で、このモデルはフルタンポ印刷だね。しっかりカラーリングとか細かなプリントがされてて、かなり力の入ったデザインだね。箱の方は正面のパッケージに86レーシングの写真だね。で、ここにトイザラスオリジナルのロゴがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日は2018年3月に発売されたトイザラスオリジナル86レーシングシリーズトヨタ86を紹介しました。トイザラスオリジナルにはいろんなモデルがあるけど、このモデルは結構デザインに力が入ってるね。特におすすめの1台だと思います。で、おそらく2019年の1月1日お正月発売のトミカはこの86レーシングにこのトランスポーターの方もセットになってくるのかな。またこちらの方も開封してみたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。